では篠原選手、後練習インタビューを始めさせていただきます。お願いします。はい、では早速なんですけども、今回は、はい、まあ、結構連打のきつそうな公開練習ということだったんですけれども、はい、まあ、改めてちょっとこう、はい、練習内容、テーマというかをちょっと教えていただいてもよろしいですか。はい、やっぱり与座選手って、まあ、今までの、まあ、K1 グループで2戦しかしてないですけど、まあ、前回の試合は生で見てたんですけど、まあ、やるにしたらどうしようかなっていうのは見ながら考えたんですけど、まあめっちゃ強い選手なんで、まあ楽な試合にはならないなと思ってて、勝てるにしても絶対厳しい戦いになるなと思ってて、まあそこでまあああいうきつい練習というか練習量を増やして、まあシンプルに手数っていうのを増やすような練習をしてます。試合のオファーをもらった時はどんな感覚でしたか。はい、そうですね、やっぱり江澤選手あの時に朝日選手に勝ったんで、まあ、すぐリマッチするのかなと思ってたんで、まあ、すぐやるかなっていう感覚はあんまなかったんですけど、で、まあ、朝日選手が怪我したっていうことで、まあ、今回江澤選手とやることになったんですけど、まあ、元から見てて強いなと思ってたんで、まあ、いつかはやりたいなと思ってたんですけど、まあ、それが今来たかって感じでしたね。結構意外な感じっていう感じですか。はい、そうですね、やるにしてももうちょい後かなと思ってたんで、はい、ここでやるっていうのは結構意外でした。試合をまあ生でも見られたということですけど、はい、改めて与座選手のこう、はい、まあ、印象だったりとか自分の中でこう、はい、気をつけている点あれば教えてください。はい、まあもともと空手っていうのでやっぱ蹴り技がすごいなっていうのと、まあ、あと体が強そうやなっていうイメージでしたね。シンプルにその体のポテンシャルというかその部分が強そうやなっていうイメージでしたね。なんかこう自分の攻撃はちょっと効かないんじゃないかみたいなちょっとこう感じってあったりしますか。あ、まあ足ローキックとかはめちゃくちゃ打たれ強そうやなってイメージなんですけど、まあ、パンチは効くかなと思うんで、まあ、そこで勝負していこうかなと思ってます。あの試合はじゃあ蹴りたいパンチというか、はい、その攻防になりそうな感じですか。そうですね、全く蹴りを出さないというわけではないですけど、やっぱ僕は得意なのはパンチなん で与座選手はやっぱ蹴りやと思うんで、まあ、パンチ対蹴りで、まあ、見やすい試合になるんじゃないかなと思います。まあ、会見の時も言われてましたけど、はい、まあ、その与座選手が、まあ、朝日選手に勝ったことで今回例えば篠原選手が、はい、与座選手に勝つことができれば、はい、まあ、ベルトに向けても大きな勝ちになると思うんですけど、はい、そこら辺 の今の気持ちっていうのはいかがですか。そうですね、やっぱライト級の中でもでもまだゴンナパー選手とかもいますし結構強い選手がいるんですけど、まあ、与座選手が、まあ、実質朝日選手に勝ってるんで、まあ、その選手に勝てばタイトルマッチって言ってもおかしくないんじゃないかなと思ってますね。やっぱりその試合でアピールするとなると KO をやっぱり求められるような感じもあるんですけど、はい、そこら辺はいかがですか。そうですね、やっぱり KO して、タイトルマッチっていうのが一番理想的な形なんで、まあ、KO を狙っていきたいなと思ってます。その今はこう3連勝中で、はい、まあ、復調の兆しもどんどん出てきて、はい、その中でこう、まあ、やっぱり
あの判定、はい、じゃあちょっと納得できない部分も多分ご自身の中でもあると思うんですけど、はい、やっぱそういったところも気になりますか。そうですね、やっぱり KO というのが結構遠のいてるんで結構前になるんかな多分なんで、まあ、KO したいというのはすごいあるんですけど、まあ、試合の中で、まあ、ペース掴んでいったり経験という部分で試合3ラウンド通してやれるという経験には結構なってるんですけど、まあやっぱお客さんみたいなのと KO やと思うんで、まあ、そこは自分なりにも考えてやってるんですけど、まあ、次の試合でも KO はもちろん狙っていきますし、そういう部分は意識してやっていってますね。あの今回あのライト級の試合も何試合かあって、はい、で、はい、まあ、篠原選手も K1 の、 あの、はい、まあまあ、顔というか、はい、まあ、常連選手としてもう認知ある中で、こう、まあ、ユーザー選手は例えば2試合目だったりとか、はいはい、結構こうニューカマーの選手が出てきたりもしてるじゃないですか、はい、そういった部分はこう、まあ、突き上げじゃないですけど、はいはい、そういった部分って感じられてたりします。まあそうですね、もう今24なんですけど、まあ、もう若手って感じじゃない年齢にもなってきたんで、中堅ぐらいかなっていうイメージで、若い子ら龍華選手とかも10代とかで若いし、そういう選手も増えてきてる中で、まあ、ライト級は結構粒揃いというか結構強い選手が多いと思うんで、まあ、そういう中で自分をアピールしていくためにも今回与田選手っていう相手にどういう試合をするかっていうので、ライト級の中でもこうアピールできるポイントかなと思いますね。その今のご自身の中でその、まあ、粒揃い、はい、いろんな選手がいる中で、はい、ライト級のこう自分のこう立ち位置って、はい、なんかどういったものがあると思いますか。うーん、そうですね、でもまだまだその最強選手とかゴンナパー選手に負けてるんで、まあ、そこのリベンジも含め自分的には、まあ、5位以内ぐらいに入ってるかなぐらいのイメージなんで、印象的には。でも今回勝てば、まあ、実質与田選手って1位ぐらいの位置やと思うんで、まあ、そこは一気に巻き返せるかなと思ってます。今回はそのやっぱり王座戦へのこう、まあ、つかみというか、はい、このイメージがこう強いっていう感じですかね。はい、そうですね、やっぱライト級に下ろしてから、1回目、トーナメントでゴンナパー選手やった時に、あの時もあの挑戦者が、優勝したら挑戦できるっていう形でベルトが見えた瞬間やったんですけど、あの時は負けちゃったんで、まあ、今回、まあ、実質与田選手に勝てばタイトルマッチも見えてくると思うんで、まあ、そういう中で明確なビジョンっていうのを見えた上での、まあ、今回の試合なんで、まあ、今回かなり気合い入れていこうかなと思ってます、ね。なんかそのサイトの中ではちょっとこう、こうラストの気持ちでも頑張りますみたいな、はい、ちょっと言葉もあったと思うんですけど、はい、そこら辺はこうキャリアの中で自分の中でこうちょっとラストにかかってきてるなみたいな印象もあったりするんですか。そうですね、もう僕結構声は甲子園の時ぐらいから言ってるんですけど、まあ、20代ぐらいではやめたいなと思ってて、まあ、その中で、1回目クラッシュ取った時もなんですけど、まあ、2回目あの時も2回目のチャンスで、まあ、これで取れなかったらやめようと思うぐらいラストの気持ちで挑んだんで、まあ、今回もそれと同じぐらいの気持ちで K1 もラストチャンスだと思ってしっかり今回気合い入れていってます。じゃあそのタイトルマッチも目の前にし、かつその自分 の、 そのキャリア的なところもあってで、はい、結構今までとじゃあちょっと心境もそうですし、はい、追い込み方の部分っていうのはやっぱ変わ、全然今までと通常の試合と比べてやっぱちょっと違う感じですか。そうですね、やっぱどの試合も重要で大事な試合ですけど、今回は特にもうベルトがしっかり見えてるというか、ここしっかり勝ってアピールすればタイトルマッチも近いと思うんで、まあ、そういうのも含め一番ここ最近で一番大事な試合かなと思ってます。わかりました、ありがとうございます。そうしましたら最後にじゃあカメラの方にですね、ファンの方にメッセージをお願いいたします。今回福岡大会で福岡の、大会に出るのは初めてなんですけど、まあ、しっかり名前を覚えてもらえるように、いい試合して勝つんで応援よろしくお願いします。